よし、頑張っちゃおう。はるちゃん、こう入ったでしょ。ほんともうこれなってよ。やった。上山の、上山の。よしよし。楽しい。楽しいでしょ。はい、どうぞ、お茶上がってください。はい、どうぞ。ありがとうございます。おかみの京田さんは74歳、近郊の村の出身。一時、千葉に移った後、18歳の時に四万温泉に戻りました。当時は病弱だったといいますが、四万温泉のお湯で、直したんですよ。それで今こんなオレブシャになっちゃいました。38キロ気になかったんですよ。それって四万温泉の紅葉？四万温泉のお湯は効きますよ。胃腸が悪かったんですね、結局は。38キロ気になかったからね。飲んだりもするのですか？ええ、飲んだり入ったり。なるほど。毎日四万温泉に入ることで健康になったのですね。そう、今は健康です。